さ、さ、海外で移住したいって言ったじゃん。例えば家族の事情はあんまりプライベートだから聞かないけど、例えばの話さ、一人っ子だとさ、親の面倒って絶対頭の中でよぎるじゃん。でそうした時に海外の事情って自分だけの話じゃないじゃん。だからそれってさ、女の子と付き合う時に一人っ子だとね、そう、それってさ絶対頭よぎるよね、まあ、もちろんプライベートのことなんだけど、ただ俺もそれよぎってさ、俺海外今移住してるんだけど、俺一人っ子ってわけじゃないけど絶対それをよぎるんだよね。よぎった時に果たしてじゃあ自分が海外に住むのが好きなんだから親を呼ぶのが彼らの親の幸せなのかって思うと絶対そうじゃない。だから自分の価値観をぶつけられない。かといって今まで育ててもらった分恩義があるから。一人っ子はね、家族の状況がね、一人っ子、いや一人じゃない、まあまあ、だから一人っ子の女の子なんて特にそう可愛がられちゃうから、そう、そう、大変付き合う、そこがね、そこだから自分だけじゃないんだよね。だからそういった意味で逆算もなかなか難しいんだよね。海外で移住したいって言ってもあのちょっと親にも、そう、一人っ子をサイドペインにするの超難しいんだよね。そうそうそう、だからね、そこもねあれよね、やっぱ経験上がだって一人っ子じゃない、一人っ子じゃない、やっぱねあれよね、そこら辺でちょっと違いが出てくるよね。だから一人っ子と付き合いたくないなと思った。家の事情がモルに来てさ、あってなるもん。2人とか3人なら全然いい、やっぱ自由が利くんだよね、まあ、それはそれやるけど、そうやね、だから優先順位つけないといけない、多分お金、家族、あの大学、まあどれが一番最後になりたいかってことだよね。それを決めないとね、早めに入学期間中に、この期間中にね。